この前スーファミのマクロス買って、その時同時にセガサタンの1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。何？地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗しうる力を持つべく、この戦艦を修復改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。すげえ喋ってるよ。うわ、スーファミと全然違うな。もうやろう。もしもやろう。え？音楽が止まっちゃった、今。もちろん初めてだからイージーだぜ。キーコンフィング、 A ガンポット、マイクロミサイル、ボンバー。意味がない。とりあえずやろう。ウェポンセレクト。ボタン二度押しでサーチ。複数6個。何これ、これだけ攻撃にしようかな。よく分かってないけど、よし。西暦1999年、また始まった。ちょっといいや、とりあえずプレイしたい。いいね、実機って感じがするね。敵の戦闘機が出てくるぞ。すげえ。油断するな。隊長。隊長、地上にも危険。喋ってる。なんだなこいつは。うわ、スーンとエレ違うな。うわ。俺の好きなガオーク。え、これどういうこと？当たんないぞ。奥行きがあんのか、これ。なんだなんだ。え、これどうやって後ろを攻撃するの？こっちのが安いのにすごいな。はさ、普通のシューティングだったけどさ、あ、今なんだ、俺当たった？敵に当たっちゃダメなのかこれ。一気？一気だ、ライフ制で一気だ。わあ、また最初からだ。そうか、実機だから集団セーブできるな。ジャンプできるよ。奥行きがあるけど、これ敵に当たるのか。
見ちゃダメだよ。やばい、あ、触れてる触れてる。ちょっと突進してこないで、また死んじゃう。よっしゃ、一面はクリアしとかないとね。わあ、でももうダメだ。デルタ1より全防衛隊に次ぐ。本艦はこれよりフォールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりフォールド体制に入る。何フォールド体制って。フォール。同じこと言ってる。何フォールドって。わあ、これなんか裏技ないんかな。飛ばしちゃえ。裏技が知りてえぜ。一面ごとにセーブができるじゃん。あ、そういうこと。二動詞でサーチ単体、いや複数のが絶対いいわ。やっぱこれがいいわ。すごいなこれ。1500円、1600円ぐらいで買ったんだけど、1600円か。7000円で買ったスーファミと比べるとどっちもいいけど、やっぱこっちの方がマクロス感は強いな。デルタ1より光るエンゼルアポロ状態。これ後でやろう。ちゃんとコース修正 3OX プラス A15、 30秒後に射程圏内に入り、迎撃体系に移れ。スカルリーダーより各機へ、聞いての通りだ。これより迎撃フォーメーション17に移る。見ろ。セーブができるのがいいな。一面ごとにこれならクリアできそうだ。スタンバイ。うわ、なんだ、あれ、俺動かしてるミサイル。やったー、喜ぶのはまだ早いぞ。今俺自分で動かしてたミサイル。迎撃体制に移る。敵散開して逆加速に移る。え、何これ、強制ガウォーク。マルチロックオンはいいんだけど、当たってるかがわからない。返事ができないんだよ。アーケードのマクロスも出ないかな、40周年だから。マジンガー Z だって出るの。めちゃくちゃ嬉しいな。同じ会社だから出そうだから。何これ、あ、これ取るの、なんだこれ。あ、可変できるようになった。もう宇宙空間だから飛んでるよ。後ろも撃てる。上、下。大型の未確認物体の反応がある。注意して。デルタワイル、マクロス、ゲーム、補給物資を積みます。え、これめちゃくちゃ面白いじゃん。補給、補給、補給。これ何が回復してんだか分かんない。いや、面白い。黙ったな今。このビルから当たんないよね、これ。触って。あ、弾撃ってきてるの。
べえ、セガサターンにはまると思わなかった。令和にはまったわ。おやべ、ああ当たった。やっぱこう当たるよな。あ、やっぱ食らうわ。危ない危ない。いけ、ファイターの上に。これかわしてんのか。逃げた、あいつ逃げた。あ、いい、来た。おーし、逃げたかと思ったし。あぶねえ、またしてもギリギリだ。デルタ1より各機へ、エリア108に大型戦艦出現。うちの敵はおとりか。わー、陽動に引っかかってるやん。わー、面白い、これ面白いなぁ。実機でやってんだけど、これちなみにステレオでやってんだけど、ステレオケーブルで面白い。こんな感じ。マクロス、マクロスパッケージ見せておこう。マクロス、これ面白いなぁ。これ愛覚えてますか。ついにシューティングで体験。これいいん買ったわ。これ面白いな。